ネル・クイックリー、通称クイックリープ人は、ウィリアム・シェイクスピアの複数の戯曲に登場する架空のキャラクターである。居酒屋の女主人として、ボアーズヘッド邸を経営している。ここは、フォルスタッフとその評判が怪しい取り巻きが集う場所である。クイックリープ人は、ヘンリー4世、第1部、ヘンリー4世、第2部、ヘンリー5世。 ウィンザーの陽気な女房たちの4作の戯曲に登場する。登場するすべての芝居で、クイックリープ人は犯罪の世界に強い結びつきを持っている女性として描かれているが、それにもかかわらず自分の世間体を保つことにひどく、不信している。マラプロピズムやダブルミーニング、下品なほのめかしだらけのセリフを話す。クイックリーという名前は、クイック霊に引っ掛けたシャかもしれないが、 クイックには生きているという意味もあるのでライブリーという意味かも知れず、この後にも通常性的な願意がある。クイックリープ人のキャラクターはヘンリー4世第2部で最もよく発展させられており、育ちがよく見えるように振る舞いたいという願望とどうにか隠している俗っぽさという愛矛盾する心がセリフに現れている。ジェームズ・シーバルマンによるとクイックリープ人は 不注意のマラプロピズムのせいで、意図せず自分の性歴をあらわにしてしまっており、彼女のキャラクターはバカバカしいほど、独創的な話ぶりによって規定され、台無しにもされる。クイックリープ人の年齢は明示されていないが、ピストルプルーフというコメントは、子供を埋める年齢を過ぎているということだろうと、解釈されている。クイックリープ人は、フォルスタッフと29年の付き合いだと述べている。 ヘンリー4世、第1部では、クイックリープ人は、ロンドン、イーストチープ界隈にあるボアーズヘッド邸の経営者となっている。ハル王子が、夫の様子を尋ねると、まともな人アンオネストマンだと答えており、結婚しているが、夫は、舞台上には出てこない。クイックリープ人は、ホルスタッフが、王の役を演じる宮廷ごっこの場面にも出てきている。ヘンリー四世、第二部では、 クイックリープ人は当局にフォルスタッフの逮捕を頼み、大変な額の借金を作り、自分に嘘の結婚申し込みをしたという角でフォルスタッフを求断している。クイックリープ人はボアーズヘッド邸によくやってくる勝負のドルティアシートと長きにわたる友人関係を築いており、ふんぞり返ったクズどもスワガーヤーズと呼ばれる攻撃的な男たちからドルを守ってやる。 芝居の終わりでは、クイックリープ人とドルティアシートはピストルが男を殴り殺した九段の関連で逮捕されている。ウィンザーの陽気な女房たちのクイックリープ人は、フランス人の医師カイアスの看護師として働いているが、主に宛先を間違った手紙に関わるプロットにおいて、恋文を届けるなど、主に他の登場人物の間のメッセンジャーとして機能している。最後に、 クイックリー夫人はフォルスタッフを担ぐ悪ふざけで妖精の女王な役どころを演じる。ヘンリー5世においてはネル・クイックリーと呼ばれている。フォルスタッフの死の床に付き添っており、友人たちに死の様子を説明する。クイックリーは以前にニムと婚約していたにもかかわらず、フォルスタッフの機種であったピストルと結婚している。ピストルがフランスに出かけている間、ピストルは手紙を受け取って、 フランス病マレディオブフランスにやられて、俺のドルが死んだマイドールイズデッド、ということを知る。弊社にはこの名前、ドルドールは、ネル、ネルの誤色であろうと考えるものが多いが、クイックリーではなく、ドルティアシートへの言及として解釈されることもある。フォルスタッフと一緒に描かれたクイックリープ人の最も、初期の絵。1662年に、 当時の舞台の人気キャラクターを描いた版画である。ウィンザーの陽気な女房たちにおけるクイックリーの役柄は、他の芝居における役どころと違っているため、同じキャラクターではありえないと考える。批評家もいる。フォルスタッフ、バードルフ、ピストルを以前から知っていたということを示すものはなく、買いやすい詩のところで働くことになった説明もない。しかしこの芝居においては、 他の登場人物についても多数の継続性に関わる問題がある。例えば、ウィンザーの陽気な女房たちはヘンリー4世1世の特定されていない時期に設定されているが、ヘンリアードにおいては、ヘンリー5世が退官するまでフォルスタッフを信じたのが間違いであったことに気づかない。ロバート・シャローが、それより以前の物語であるらしい。この作品で最初からフォルスタッフと反目している。 こうしたおかしな点は、この芝居が特定の機会のために急いで書かれたことに、起因するのかもしれない。劇中の出来事がヘンリーアド劇のアクションと整合性を保つように処理されている箇所もある。例えば、ピストルがクイックリーに心を惹かれていることを表明し、俺の取り分だシーズマイプライズという短い場面がある。これは、ヘンリー五世におけるピストルとクイックリーの結婚という、 展開にあっている。この芝居では、ピストルがさらに、クイックリーを追いかけていることを示すようなところは他に、ないが、最後の妖精のマスクではピストルがクイックリーの配偶者役を務めている。それほどは目立たないが、似たような問題がヘンリアド劇にある。ヘンリー4世、第1部では、クイックリーは明らかに結婚している、居酒屋の神である。ヘンリー4世、 第二部では、夫の死についての言及がなく、ただフォルスタッフが、クイックリーと結婚を約束するだけである。その上、ヘンリー五世が始まるまでにこの居酒屋は変わってしまい、売春宿として、噂に上るようになっているようである。クイックリー夫人は、ウィリアム・ケンリックの喜劇、フォルスタッフの婚礼で、フォルスタッフの他の取り巻きと共に登場している。この芝居は、ヘンリー四世。 第2部の終わりとヘンリー5世の開始の間の出来事を扱っている。クイックリープ人とドルティアシートはワイロを使って監獄を抜け出した後、第一幕でフォルスタッフに自分たちの逮捕の様子を説明する。二人は後に不勇な夫を見つけるため、ジェントルウーマンのふりをするという企みを実行し、ロバート・シャローとその若い男、エイブラハム・スレンダーを標的にする。クイックリーは、 シャローとドルはスレンダーと結婚しようとする。この計画は成功しそうになるが、シャローとスレンダーは二人の正体を知り、結婚式の場でピストル、ニムと場所を交換したため、クイックリーはヘンリー5世でそうなるようにピストルと結婚することになる。ジェームズ・ホワイトの著書、フォルスタッフ書館は、クイックリー夫人の姉妹が提供した。 フォルスタッフと仲間たちの書管集という触れ込みである。この女性は、クイックリー夫人自身から手紙を受け継いだが、クイックリー夫人は、1419年8月に死ぬまで、ボアーズヘッド邸の引き出しに、これをしまっておいていた。このコレクションには、クイックリー夫人がフォルスタッフに対して、相手の振る舞いをなじるために書いた手紙も入っている。アラン・スキナーの小説、クイックリー氏は、 クイックリープ人の無視されている夫についての真実を明らかにすることで、シェイクスピア作品のギャップを埋めようとする作品である。ありがとうございます。